海賊ラジオレッズ力船レッズ力船特別出向で相撲の聖太郎です。まあ普段は、この時間に船を出すというのは試合があれば出しますがね、昨日はないんですよ。でも、朝、6時前に目覚めて、最初に私がキャッチした情報が、 鈴木ザイオンのマンチェスターユナイテッド完全移籍オハ手読みし。真竜ですよ。これで一気に目、眠気が飛んで目が覚めてしまいました。スポニチ配信のニュースだったんですが。まあ、今年は、 夏はどうかわかりませんけれども、今年の年末ぐらいから、ことによったら、ザイオンは、海外に、行ってしまうかな、という、そんな気持ちは、ありました。先日の、U22 のヨーロッパ遠征で、オランダ戦で、見事なプレーを見せて、 ヨーロッパ各国クラブの有力な強化担当が彼のプレーを目の当たりにしたんでね。で、その後、国内外から様々な興味を持っているという、そんな話は耳にしておりました。えー、このスポニ日の前夕の話が出る前に、おなじみのヨーロッパのクラブの話も出ていましたから。 この夏の遺跡史上、ウィンドウのところであんのかと思っていたら、今朝の配信ニュースでしょ。で、私は私なりにいろいろと確認の取材はしましたがね、現時点では、まだ正式に万有から売られずにオファーは届いていない。ただ、スポニチが飛ばし記事を書く。 スポーツ新聞ではありませんかヨーロッパの方ではもう話は固まっているんですね。だって、移跡金の金額まで出たの。500万ポンド。ちょっとこれ、ポンドは普段使わないからよくわからないんだけれども、現時点だと9億1700万円の移跡金。これは日本人選手が 海外に行くときの移籍金で、史上最高額だということです。そういえばね、J リーグの中堅でバリバリ働いている人がいて、その方と話をしているときに、財運が売られずに加入したときに、その人が言った言葉、今でも覚えてます。鈴木財運には、海外に移籍行くときには、今までの日本人の当たり前だと言われていた移籍金の 天井を打ち破ってもらいたいたその頃、大体1億円だったらしいんです。今は変わってんでしょうけれども、それをもう打ち破って、ザヨンには海外に移籍してもらいたい。もうその頃からそういう話が出ていたんですよ。だから今回、日本円で9億円を超える額というのは、その時話していた彼も、ザヨンをやってくれたなと思っているんではないかと思います。ただ、あくまでもまだ、 正式なオファーは届いておりませんから、届いて、万有とウラーと、れずが細かく打ち合わせをして、ザイオンの気持ちも聞くでしょう。その後、正式なリリースがあった時に、初めて、鈴木マン万ー完全遺跡という、見出しになるんだろうと思います。それにしてもね、和の街で生まれ育ってね、アカデミーから、 プロになって、まあ各カテゴリーで代表選手になっているぐらいだからすごいんだけど、でも、あの、憧れの、オールドトラフォードの舞台に、将来聖ゴールキーパーとして財宝が立つのかと思うとね、いやー、この30年、 夢のようでありますが、思い切っていろんな夢をこれからも見ていきましょう。夢を見ると、それが実現して叶うかもしれないから。正式リリース、待ってます。また。 チャンネル登録よろしくね